はい、というわけで、100日 Vlog もかなり来ていてですね、残り2日という風になっています。今日はちょっと降って湧いた休日というか、本当はレッスン入ったんですけど、なくなったので、そうですね、逆アクシデントで、この間富士山に忘れ物しちゃったので、これから取りに行くんですけれども、ちょっとその前に事務作業とかの関係で、営業の近くに来たので、ロマーナでご飯を食べて、それ後で動画に入れますが、行園に来ました。もうね、ほんと何回この間に来てんだって感じなんですけど、Vlog の間に。行園ね、本当にいいですよ。最高ですね。そっちに見えるのは、ドコモタワーですね。池です。ここはあの、大木戸門から入ってすぐのところですね。なんかもうここでぼーっとしただけでも、ちょっとリフレッシュするかな的な、私の中の御苑の、一押しスポットの一つですね。はい。まあなんかなんというかこう、海出身なので、なんか水流れてたりとか、水たまりがあるとテンションが上がるという謎の、性格をしてるんですけれども。ね、でも、いいでしょ？空いてるし。はい。ちょっとね、紅葉がまだあるんですけれども、結構今年、気候がなんか変だったから、紅葉がですね、中途半端にこうゆっくり紅葉してる感じなんですよね。なので、綺麗に見えるかわかんないんですけど、ちょっとこの後も少しだけ、御苑内案内していけたらなというふうに思います。はい、御苑の中を歩いています。旦那さんによるところ、一番御苑の外側の道らしいんですが、前に来た時の動画で私が、針葉樹林って言ったところに行きたいなと思います。だいぶね、こう散ってるんですけど、結構紅葉真っ盛りみたいな木とかもあって、どうなるかなっていう感じですね。はい、針葉樹林って言ったところは、正式名称、成形式庭園なんですけれども、入り口のね、このイチョウかなはすっごい見事にこう、紅葉しているんですけど、超大きい木ですね。ですが、その先散ってますね。やっぱ遅かったわ。ね、あれでも確かに、前来てあんまり紅葉してないなと思ったのがだいぶ前だったので。はい。というわけで、散っちゃいましたね。ではこの後はロマーナのランチの映像をお楽しみください。残り1日です。ではでは。